our plans. Dreams are all we have. I wouldn't have it any other way. はい、皆様こんにちは。どうもお世話になります。こんばんはですね。はい、では早速ではありますが、はい、月に一度の、YouTube ライブの方を始めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。で、毎回ですね、初めましての方のために、はい、この番組がどういうものかというのをまずご説明をさせていただいて、はい、それから始めさせていただきたいと思います。お願いします。こちらはですね、暦とかですね、まあ、例えばその暦っていうと大安とかそういうのもありますけれども、うん、こちら、西企画で、発行しております暦、これの疑問とかですね、知りたいこととかそういうものを、事前にいただいているご質問、それとメインはチャットでいただいているご質問に回答しながら進めていくという番組になります。はい、もちろんそのチャットの質問の内容に関しましては、うん、暦に限らず単純に世間話でも結構ですし、もちろん別のことで知りたいことがあるというものもですね、全て受け入れて私たちの方でご回答できるところをしていくというような番組をしております。はい、時間制限は基本的には設けておりませんが、チャットの質問が、なくなった頃合いを見まして、こちらの方を取りさせていただくというような番組になっております。で、第1水曜日、はい、毎月第1水曜日にこちらの YouTube ライブの配信をしております。うん、ライブで、配信をしている理由としましては、はい、何を隠そう、先ほど言っていたチャットというものでリアルタイムに皆様と交流を深めていきたいなというような趣旨からですね、ずっと開始からずっとライブ配信という形でさせていただいておりますので、はい、ぜひご興味のある、もしくは今回見てよかったなと思う方は、うん、次回も検討していただければと思います。はい、コメントご質問お待ちしております。で、この暦に関して含めまして回答していただける、まずはどうぞお願いします。私、有限会社西企画、西俊久です。運をデザインする手帳有機暦を群馬県富岡市にて制作しています。最近のマイブームはレッグマジック X、 どうぞよろしくお願いいたします。全く分かんない。レッグマジック X は内転筋を鍛えるために足を乗せてシャカシャカする最新型のマシンでございます。ありますね、それ。はい、へえ。あれね、ダイエット用と思ってバカにしてたんですが、はい、ピラティスをやるようになりまして、うん、その時にやっぱり正しい軌道で効かせる、うん、なんていうの、筋トレとかじゃなくて正しい矯正器具、そう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 、うんうん、あの機械ってやっぱ便利だなと思いまして、うん、レッグマジック X すげえっていう風に思って、母のものを奪って、うん、今自分がもう仕事場にそれを置いてシャカシャカずっとやっております。やっぱり母からなんですね。そうなんです、もうダイエット目的ですから、ええ、で、これテレビの通販番組で買ったやつです、うん、それを今はあのずっとね、絵文掛けって言ったらダメだな、なんて言うんだろう、物掛けになってたんですが、うんうん、それを引っ張り出してきて今僕の内転筋のために使っております。ちなみに内転筋に注目したのが O脚が半端なく進みまして、はあ、なんですかね、こう外側の筋肉に引っ張られて、うん、こうガニ股になっていく、うんうんうん、これをね、それが結局腰、腰痛だけじゃなくて最近膝に来始めまして僕、うんうん、膝に来るとね、歩くんが大変になりまして、うん、このままじゃやばいって言ってレッグマジック X でございます。なるほど。あの、もしかしたら同じものを私は見てるかもしれない。うん、我が母も、持ってたんで、
で持ってけって言われたんですけど、ご遠慮させていただいて、今は多分どこかに行っているとは思わない。絵文掛けになってるはずですと。はい。あ、そうなんですね。やっぱプラスアルファの何かをしないと最近成り行きに任せていたらダメだなって思うような、今年48歳でございます。今年48。はい。おー、あのちなみに、ね、一応そのレッグマジック X も今年の暦には結びつけていまして、アンチエイジングをテーマにしてるんですね。2024年、アンチエイジングの年2024で、最初に手をつけたのが去年のもう年末ぐらいからレッグマジック X やっております。なるほど、うん、効果は出てるってことですね。膝の痛みはだいぶ減ってきた気はしますが、まだ O脚です。O 脚ってなってくるんですね。なっちゃう、あの元々ではなくなってくるんですね、へえ。女性は多分、そのいろいろな骨盤の歪みとか、生活習慣の中で外反母趾とか、内反小趾とか言われるものに出てくると思うんですが、多分ね、男性の方が筋肉が強いんですよね。それがね、自分の体が自分の骨格を歪めてしまうらしいです。勉強になります。いや、僕も全部受け売りです、いやでもやってるから素晴らしい。なかなかね、このね、やっぱね、内側を鍛えるっていうのがあんまないらしく、難しくいいみたいで、スクワットじゃダメみたいなんですよね。じゃあ何かって言ったらレッグマジック X でございます。なるほど、皆さんおすすめです。あ、それがマイブームってことですね。はい、マイブームでございます、はい、よろしくお願いいたします。そして御社は、私はですね、佐藤秀光と申します、こちらのパーソナリティの役割をさせていただいておりまして、ライフワークは東洋哲学研究ということでやっております。で、最近のマイブームは、不適切にも程があるというものを、録画をしてみた結果、リアル不適切にも程があるという自分であったことに気づいたということですね、ちょっと一回いいですか、はい、まず、めちゃくちゃあれは世間で評判に、良くも悪くも評判になってるみたいなんですが、僕見てないんですね、どうですか。いいです。あ、よかったんだ。まあ、いいですというか、なんて言うんでしょう、どうしても今って、権利主張型の社会じゃないですか、だから、何でもかんでも腫れ物に触るような感じでいく、で、ただそれが実際問題、若い子もじゃあそれで本当に幸せなのかというと、実はその腫れ物に触るような人生がちょっと生きづらくなってる、なんていう部分で言うと、昔の昭和のね、まあ不適切にも程がある発言って、実はちょっと心が楽になったりするみたいな。なるほど。私の知り合いで22歳の子がいるんですけど、22歳の男の子はやっぱりね、昭和が大好きになっちゃって。ああ、なるほどね、昭和の、その例えばその気を使ってはいるけど、その言葉とかも、ダメだったらダメでいいじゃんみたいなのが、なんかいいんですって。なるほどね、今ってもう一個間違えると、はい、間違えました、あなたは責任取ってくださいねっていうのが心苦しくて、もうその22歳ですよ。22歳なのに好きな曲は中村明菜ですから。はあ、最近の車は興味がなくて、ケンメリとか、もうあんなかっこいい車はなぜ今出てこないのかって質問されたので、安全基準だろうねっていう話をしたんですけど、まあそういうようなね、不適切には程があるっていうのも、まあ賛否両論あるんでしょうけど、昔ってそんなに気を使ってなかった気がするんですよ、でそんなにね、なんて現代が言うほど男尊女卑じゃないから、十分女性は強くて十分女性の権力を持ってたんで、ですから、それ言ったら現代も昔も嫌なやつは嫌な
やつだったし、そういいやつはいいやつですからね。だから男だからとか女だからとかって、あんまそこまでね、実際はだって分別してなかったじゃないですか、でそれが分別してたいよねっていうところからなんかそういうのになってるんで、あの一言声かける、例えばまあ私だったら、あれ髪切ったの可愛いじゃんっていうのすら今はばかれるわけですよ。そうですね、まあ私が言うと腹が立つ、でも他の人が言ったら腹立たないっていうんだったら、あの腹立たないのは大丈夫なんですけど、まあそういった部分のあのすごい細かいことまで気にしなきゃいけない世の中ではなくて、もっと人間の本質見てこうよっていうような番組だと思いました。まだね、あの3話ぐらいしか見てないですけど。ああ、なるほどね、なるほどね。あの人間の本質、コミュニケーションの本質とか、そういうところが多分出てるのかなーなんて、僕はほら、1話も見てないから、例えばネット上の評判であるとか、その総評、流行や話題のドラマとしての総評で見る限り、ちょっと暦にこじつけちゃうんですが、まあ価値観の対立、いい悪いじゃなくて、令和と昭和みたいな感じでこうなんか対立構造みたいなのがあるんですって。まあ対立構造、まあ私は3話見たんですけど、その今の社会ですか、まず社会で、社会で言えばあるんでしょうね、で、その時に、現代劇とミュージカルで、そのセリフの内容を変えていって、その社会構造みたいなものを深く描写しているみたいなのを見ました。ちょっと そういう高尚な感じまでのところはないので、僕そればっかり知ってるから、だからあの人によってはミュージカル部分いらないって言うんだけど、いやあのミュージカルの部分があって、そこで明確にセリフ、番組の中のミュージカルの部分と、そうじゃない、急にミュージカルが始まるって、そうですね、あの、まあ変な、こう言っていいのか分かんないですけど、あの突拍子もない、振り方が昭和だなと思って、私はあのそれはそれでうわーっていう風な感じで見ています。あー、なるほど。なんかそう、この変な話、おしゃれじゃないわけですよ、おしゃれじゃないところに私は、いいねって思う。あとはその部活の、部活の光景で水を飲んだら怒られるとか、あったあった、代名詞ですよね、そう、あったあったとか、あの格好、短乱ボンタンとか、あの中乱ドカンとか、ああいたいたとか、あのそういう、ああいたよね、あったよねっていうことが楽しい。なるほどね。だからあのシャレオツ感はもしかしたらないのかもしれないですけど、なんかこう泣いて笑って怒ってってあったよなとか、感情をね、あの出せる部分があったけど、今は逆に感情を出しすぎると後で問題になっちゃったりするのが怖いから、あのこうギュッと抑制するみたいな、まだ3話ですけど、多分その番組の中できっとその人間と人間ってもっとこの、あの感情的になってもいいんじゃないのとか、あのもっとそのストレートに伝えていいんじゃないのっていう、多分そういう感じなのかなって、ちょっとまだ分かんないです、3話なんでね、はい、ということで私はマイブームが不適切にも程がある、最新型のマイブーム、そうなんです、さすがでございます、はい、私もそれを見ながら日々注意をしています。ね、今も使っていて、あれ、これはもしかしたら、過去の話し方だったのかな、とか、我々にとってはそれが当たり前ですからね、で、いまだにそれを使っていたことに戒めを持つ時があります。確かに、はい、という、ことでございました。ありがとうございます、はい、すみません、で自己紹介この2人になります、はい、よろしくお願いいたします。ではですね、チャットの方、早速いただいておりますので、読み上げます。セブンジーナオエサさん、こんばんは、鼻むずむずしだし、花粉症かと思ってアレルギー検査したら、全項目が陰性でした、なるほど、今日もよろしくお願いいたします。じゃあなんだっていう話だ。
うん、まあただねえ、でもアレルギー検査って全部やるんですよね、はい、きっといろんなものなんかリンゴがどうのこうのとか、うん、なんかありますよね、うん、ちょっと私もしたことがないんであれなんですけど、うん、何なんでしょうね、うんうんうん、まあ、でもまずはお大事になさってください、うんうん、美香さん、はい、こんばんは、こんばんは、よろしくお願いします。桜もちもちさん、先生、佐藤さん、こんばんは。よろしくお願いいたします。私が最近ハマっているのは、うん、朝ごはんを充実させるためのパン作りです。おお、すげえ。今日はベーグルを作りながら見てます。ああ、なるほど。そして明日の朝ごはんが充実するんだ。すごい、素晴らしい。パンって、うん、焼きたてうまいですよね、うん、で、今年朝活をみんなにおすすめしてるんですが、うん、朝ごはんの充実ってとても伝統的かつ効果的な朝活だと思います。素晴らしい、すごい、うん、逆にそのパンを作って食べているその味が今、うん、口の中に広がっております。あれ、佐藤さん、朝ごはんは？私は朝ごはんを実は食べないです。じゃあ、まあ、食べなきゃいけないんでしょうけど、うん、作ってくれる人も誰もいませんから。いや、僕も実はね、朝ごはん食べないんですよ、うん、実際には、ね、食べないっていうか、最近手抜いちゃってプロテインにしてるんですけど、一杯の水っていうのだけにしてます。あ、まあ、ね、結局プロテインもないわけです、うん、だから一杯の水を飲んで、うんうん、昼ご飯にかけてます。昼ご飯はしっかりね、しっかりと言っていいのか分かんないですけど、うんうん、家にいる時は、うん、袋麺とかにせず、うん、ちゃんと、うん、火入れたものを食べるとか、うんうん、あったかいものを食べる、うん、外であれば、うん、私が皆さんにお勧めしたいのは、うん、長崎ちゃんぽんの リンガーハットの野菜たっぷりちゃんぽんっていうのが、はい、めちゃくちゃ野菜多いんですよ、はい、あれを食べるっていうのが結構ありますね、うん、いやー、でもそう考えると、うん、どう朝ごはんと向き合っていくかは、今思いついたことですよ。もう前から、うん、去年から持ってたとかじゃなくて、うん、あ、そうか、朝ごはんも朝活っていうことを考えた時に、それを今まで通りにするのか、プラスなんかの充実にできるのかで、うん、朝活っていうと朝から読書会であるとか、うん、朝のジムワークとかって難しく考えちゃう人もいるかもしれないですが、私朝ごはん行けるっていう人であるならば、新しい朝活のアプローチになるんかなって勉強になりました。あ、それで言えば新しい朝活が始まろうとしています。はい、コーヒーメーカーを買いました、はい、全自動コーヒーメーカー、粉を入れると、で水を入れると落としてくれるっていう、粉もそうですし、豆もで、しかもパナソニックさんのやつで、もう20年ぐらい中身変わってないんですけど、いまだに売れ筋ナンバーワンで、安かったんですよ、1万9000円で、豆入れたらめちゃくちゃ上手にうまく入れてくれて、それってすいませんね、興味がある分野なもんで、1杯ずつ入れるってこと？いや、一気に5杯まで作るんです。はあ、だから私はそうだ、昨日やったのが朝一杯のコーヒーなの、うんうん、で違う、それ5杯作ってめっちゃいいらしいです。本当ですか？めっちゃいいらしいです。でコーヒー飲んで、はい、残ったやつを水筒に入れて、で事務所にコップとあれを持って行って、はい、うん、っていうのが今後のモーニングルーティーン、うん、増やせる。いやいや、そういうこと、そういうことです、うん、すげえわけです。あ、すごい良かったです。で、これ僕の持論なんですけど、うん、コーヒーもちろん美味しいですよ、うん、美味しいですけど、入れる時が一番美味しい。飲む前、うん、豆がひかれて、うんうんうん、それがそこにお湯が注がれて、うん、落ちていくポットに、うんうん、時の、うん、部屋というか、うん、あれが、それがね、一あんまり匂いしないんですよ。そうなんだ。
だから多分密閉されてるんでしょうね、うん、だから我が家の猫は、うん、普通はコーヒーの匂いって嫌いなんですよ猫って、めちゃくちゃ好きなんですよ、うん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 、もう気づかない、もうそう、あのちょっとあれなんか匂いするなみたいな感じぐらい、でもそうかも、だって、うん、コーヒーの香りがするってことは、うん、あれってその匂い成分が外に出てるっていうことですもんね、揮発して、うん、なんだと思うんですけどね、それがこう、なるほど、ただ、私コーヒーのそのうまい入れ方とか分かんないわけです、うんうん、分かんないから全自動にしたんですけど、うん、全自動にしてよかったです、うんうんうん、ちゃんと入れてくれる、うん、でそこまでだったら毎日の継続の中でそこまで負担にならないですね、うん、朝の忙しい時間とか、そう、うん、でちゃんとね今回豆買ったんですよ、うん、実は前コーヒーの、粉をすごく美味しいんですよって、一緒に巡礼を回った方に大切なそのお土産をもらったんですよ、うん、でも粉を飲む方法がね上手に飲む方法がなかったんですよ、だから封を開けずにいろいろ考えてて、うん、あとコーヒーメーカーで粉でやった、うん、めちゃくちゃうまかったです、で今回スターバックス買っちゃいました、コモドドラゴンブレンドっていうちょっとすごい惹かれるブレンド名があって、うん、それもそれもうまかった、だからそのいただいたコーヒーの粉もめちゃくちゃ美味しくいただけて、うん、やっぱりこの全自動のコーヒーメーカー様、うん、様々なんですよ、今度そうなってくると、うん、佐藤さんのお土産に、うん、コーヒー豆っていう選択肢が出てきますね、もうコーヒー豆からコーヒー飲むってすごい贅沢だなっていうのを感じたのと、わかる、すごいコスパがいいんですよ、まあそうですね、そう確かに今まで喫茶店さんの、うんうん、まあそれをもっと特別な時に行って、うんうん、日頃飲むのはそういうのが、うん、良かったりするのと、うん、もう一つ、うん、スターバックスで豆を買ったんです、うん、私は、うん、すいません、これをください、うん、あ、お引きすることもできますけどって言われたんで、うんうん、あ、大丈夫です、うん、豆のままでって言った時の、うん、自分のステータス感が味わったことがなくて、うんうん、お豆すごいなと思ったのが、うん、つい昨日です、大人の階段です、はい、それでも朝のコーヒーもありだな、いや別に、うん、紅茶でもじゃあいいとします、うんうんうん、それをするっていう行為がすごくいいと思います、うん、今朝ごはんの話からの展開になりましたが、うん、要は大きい括りだと朝活、うん、ということなので、その朝活が自分にとって何なのかの中に、朝ごはんももちろんそうだし、コーヒーを起こすもそうだし、うん、佐藤さんの場合はそれを5杯分入れて持っていくっていう、そこまでの流れがすごくいいです、うん、しかも落ちるまで8分かかるんですよ、おだから8分かかるからこう最初やるじゃないですか、うん、でセットしてで、歯磨いたりいろいろするじゃないですか、そうね、で出て、うん、一杯飲むわけです、うん、で、うん、余ったの入れる、うん、この後ガチャガチャガチャってやって、うん、あらやつ、いやさすがパナソニックと思ったのは、うん、手入れがしやすいんですよ、うん、そう、分かります、うん、日本の家電のすごいところは、うん、カチャ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 もう全部洗えちゃうっていう、うんうん、で、洗いづらいところは自動洗浄してくれるっていうので、うん、ね、それめっちゃ分かるのが、うん、僕全自動じゃないんですよ、うんうん、まあ目を引いて、うん、で、まあ、フィルター通して入れるんですけど、はい、そこの後に手出したのがブラシなんです、ブラシ、うんうん、やっぱ豆ってそのまま引かれたものを残しちゃうとどんどん酸化して、うんうん、そう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 、あと油だからこびりついちゃったりもするのを、うんうん、僕そんな几帳面じゃないし神経質じゃないんですけど、うん、こうねブラシで、うん、要はその、うん、そこまでがワンセットなん、うん、歯があるじゃないですか、見るの、あれをまず自動洗浄してくれます、それと油がつくところは、うんうん、なんかねブシャンブシャってお湯が出てちょろちょろ垂れてくるんで、熱持ってるんで開けてすぐ拭くと全部取れちゃう、パナソニックすごいって思ったのが、うん、まあ、最近日本のメーカーすごいなっていうのと、うん、今ブラシじゃないですか、手入れがしやすいっていうのは、う
うん、これ継続のコツだなと思いました、うんうん、そこまでがワンセットですからね。ね、うん、そうだから本当はもっといいのがあったんですけど、まあうん、あのいいのは高かったから、うん、まあ、外れてたんですけど、うん、まあじゃあ最初はこれぐらいでいいか十分十分って思ったらこれぐらいじゃなかったです。うん、うんうん、ね、めちゃくちゃ贅沢で豊かな時間をいただけることになりまして、パナソニック様本当にありがとうございます。いや、わかる、はい、ありがとうございます。次はあれですね、自分好みの豆探しですね。うん、コモドドラゴンブレンダーなかなかうまかったんで、ちょっと他も探してみようかな。あとね、僕もあのね、おすすめの豆があるんですよ。なるほど、今度プレゼントします。ありがとうございます。でもほら、それってね、美味しいまずいじゃないですよ、好みかどうかなんですよ。ああ、完全に好みさ、うん、あの私酸味がね、うん、少ない方がいいんですよ、うん、でコクがねある方が好きって、なんかちょっとコーヒーにうるさい人のように見えるんですが、結局飲めばあの全部美味しいと思うんですね。ですからあの今度もしよろしければ試させてください。確かに、はい、ということで、あのパン作り、はい、今日はベーグルを作りながら見てますということで勉強になります。はい、勉強になりました、ありがとうございます。上村奈美さん、はい、こんばんは。こんばんは。明日から超繁忙ということで、そわそわドキドキしています、うんうん、今日は前夜祭気分で参加させていただきます。よろしくお願いいたします。ぜひぜひそわそわしていきましょう、はい、それが今年っぽい感じです。じゃあ続きまして、まさひろさん、はい、西先生、佐藤さん、こんにちは。今年は野菜嫌いの娘たちに野菜を食べさせようと料理に挑戦して、うん、挑戦しているのですが、うんうん、お酢を使って作れる野菜料理でおすすめのレシピありましたら教えてください。僕がおすすめなのはやっぱりピクルスって自分で作ると美味しい。おー、作れるんだ。ね、僕の場合は、あ、ピクルスね、うん、まあ、私は作れないですけど、ピクルスうまいですね。あの人参とか大根とか、うんうん、あのきゅうりとか。でもほら、作れないって言っても、うん、下手するとピクルス液って売ってるし、あのね、それ言うなら最強はね、ラッキョ酢なんですよ。ラッキョ酢って何つけてもうまいんですよ。例えば大根おいしい、はい、きゅうりおいしい、キャベツをラッキョ酢につけて食べるとおいしいんですよ。で、それで行くならば、あのラッキョ酢調味料としても美味しいんですけど、人参つけといても美味しいですし、あのそうラッキョ酢苦手じゃなければおすすめ。それ瓶に入れるんですか？瓶です。でももうタッパーでいいです。瓶って管理も大変だし。タッパーにラッキョ酢を入れて、うん、野菜入れるだけ？はい。へえ。以上です。だそうです。うん、正弘さん、うん、へえ、本気モードでおしゃれ感出すんだったら、うん、あの有名な醸造水じゃなくてね、ホワイトビネガーを入れるとめっちゃお店の味になっておしゃれ感が出ておすすめです。ホワイトビネガー、ホワイトビネガー、白酢？そうですそうですそうです、うん、そうです。おお、でさらに、うん、あの僕なんかニンニク入れときは何でも美味しいって感じるタイプなんで、ニンニク入れて食べます。あ、私なんか酢の料理って言ったら、うん、あのキュウリをなんかこう輪切りにして、キュウリを輪切りにする、なんかあの、うん、何酢か分かんないですけど酢やって、うん、上にわかめとかなんかこうのっけて食べるのありません？ありますあります、うん、ああいうの好きです。でもあれってピクルスですか？うん、それもピクルスです。ですよね、一夜漬けだってピクルスです、うん、だから、あ、でちなみに、うん、ピクルスは、うん、そのタッパーに入れて入れるじゃないですか、うん、どれぐらいが食べ頃なんですか？一晩です。一晩でできるんですか？すぐできます、すぐできます。野菜だし、野菜切った方がいいですか、それともそのまんま？切った方がいいです。で、じゃあ例えば人参とか大根だったらイメージつくんですよ、うん、短冊切りって言うんですか？はい。きゅうりは一緒です。あ、でもね、切り方何でも OK。 へー、あ、例えばきゅうりあるじゃないですか、うん、ポンポン、三等分しました、うん、ここでもいい、うん、OK。 で、そこでエロさを出すんだったら、エロさを出す、隠し包丁のように細かくこうやってトン、細かく入れてトンってやると、うん、こう蛇腹みたいになって、咀嚼もしやすいし、お、隠し包丁入ってんじゃん、うん、無駄にって言って、うん、おって言わせられる。へえ、うん、あの正弘さん、
じゃあ簡単に作れるのに、うん、何をやってもうまい、うん、バリエーションもつけられやすい、うん、ということで、うん、このピクルスがおすすめだそうです、うんうん、でタッパーでもまあ瓶でもタッパーでもいいけどタッパーの方が楽、うん、で、今キュウリと人参と大根って入れたじゃないですか、うん、あとキャベツ、まあ、だったらキャベツ他に何かあるんですか。何でも旬の野菜だったら何でも、ここから先だったらナスだってありますしトマトだってありますし、トマト、トマトのらっきょう酢漬けとか美味しいです。へえ、うん、酢ってただ酢単体だとどうしても苦手な人もいるし、なんて言うんでしょう、むせ返るような強さがあると思うんですが、らっきょう酢ってね、もう調味液だからすごく便利ということで、正弘さんぜひちょっと参考にしてみてください、うん、おすすめです、はい、すごいな、さすが、うん、あ、こっからだと新生姜をらっきょう酢につけるところもめっちゃ美味しいです。新生姜ってもうなんか使ってません？うん、うん、違うか、あ、私は紅生姜を、あとね、岩下の新生姜ってなると使ってます。あ、岩下の新生姜をすいません、イメージしました、うん、え、普通の生姜って売ってるんですか、あの、そういう、そう、あ、ホクホクと食べられるような生姜が、あの繊維質になってないへぇー、ありますだから、あ、でも今だったら新玉だ、新玉のらっきょう酢漬けめっちゃおすすめです。玉ねぎ、はい、いろいろしてますね、とりあえずつけとけみたいな派なんで。ちなみに僕はあの今お子様なので言いませんでしたが、一番好きなピクルスはハラペーニョのピクルスです。辛いやつ、唐辛子、おお。は見つけるとわーって思って、青唐辛子かハラペーニョを見つけると買って、あの酢漬けと醤油漬け2つ作って、うん、醤油漬け、はい、醤油は醤油に漬けるだけ、めんつゆと醤油半々ぐらいの、あとそこにニンニク入れる醤油漬けと、あとはあのクローブとか黒胡椒のホールとかローリエとかを入れて酢漬けにするの両方を作ります。私はあのらっきょう酢やってみたいと思います、うんうん、おすすめです、うん、それでそのままあのそれ朝食になりますね。佐藤さん朝食派じゃないんだとしたら、いや派じゃなくて、うん、あれば食べるんですけど、うん、あれば食べるんだったらもう完全に晩酌ですよ。うん、うんうん、終わりました、うんうん、もう僕全部晩酌です。じゃちょっとらっきょう酢私もやってみますんで、まさひろさんぜひ参考にしてみてください。小さいものも売ってますからね、らっきょう酢って。よろしくお願いいたします、うん、そうなんですね、小さいものも売ってます、うんうん、一回一回捨てるんですか。はい、あの、ね、保存が効かなくなる、水が出ちゃうから。あ、なるほどね、うんうん、そうすると飲むっていうのもあれなんで捨てます。だから1回つけて食べ終える、うん、食べ終わったら捨てる、うん、で新しいの入れる、うん、また野菜入れる、うん、ね、もしねビニール袋でやるんだったら、うん、らっきょう酢最小限で済みますよ。空気抜いてやっちゃえば、なみなみやる必要なし、うん、ビニールに野菜入れてらっきょう酢入れて空気を抜けば、らっきょう酢なんて多分 100ml いらないで野菜使っちゃいますよ。あ、じゃあ正弘さんこれで野菜嫌いの、あ、でもお嬢さん方が酢がね、そう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 、らっきょう酢もねいろいろあると思うので、うん、それであるならば砂糖酢の方が全然いいかなと思います、うん、私はね、うん、じゃあそれで言うんであれば温野菜ですね。あー、最強ですね、あのボウルに野菜切って入れて、うん、ごめんなさいね、うん、本当申し訳ないですよ、マヨネーズをつけて食べるのは全て OK です、うん、マヨネーズも酢ですからね。あ、そうという、まあ、あの単純なもの。あと見かけがダメだっていう人はどうするんですか、うん、見かけ、うん、要は野菜嫌いの人ってこう野菜をの見かけがっていう。ああ、そうですね、それは難しいか。いや、僕それ必殺技一つ知ってるのが、うん、はい、どうぞお願いします。これは野菜ですって言わないで、うん、これはドレッシングですって言って、うん、全部ね、玉ねぎから人参から、うん、キャベツからピーマンからのミキサーにかけて、うんうんうん、でそれ何でもいいんですよ、ポン酢でもいいですし、うん、市販のドレッシングもいいんで、ドレッシングに入れて、うん、でこれはドレッシングですって豚肉だの鶏肉だのに言って
かけるとみんな、ね、あのソースとして認識して食べるから。大根だけは注意したいのが、割と大根ってあの大根おろしにしてソースにすると独特な匂いがするんですよ、たくあんのような。そうだから大根だけはちょっと気をつけるにしても、それでもスパイスとか加えたり市販のドレッシングと合わせれば、みんなあの子供たちってソースはアホのように好きなんで、あの本当にあのただのドレッシングじゃなくて豪華なドレッシングになるから、なんかそれこそ温野菜でもいいですし、お肉でもいいですし、お魚でもいいですし、豪華なお料理になるから、バーベキューの時とかは結構やります。フードプロセッサーみたいなのを買えばいいってことですか？なければみじん切りでも大丈夫。あ、料理が得意であればね。うん、おなるほど、うん、じゃあそれドレッシング、市販のドレッシングを混ぜたり、混ぜちゃえばいい、まあ、マヨネーズ混ぜたり、マヨネーズに刻んだ野菜がいっぱい入ってるなんて。タルタルソースか。そうなんですよ。あ、じゃあ好きですね。もうね、うん、アホのように食べるから。じゃあソース、ざまみろと思ってじゃあソースにしてあげるってことが。そうそうそう、なるほど。正弘さん、あの今ね、あの漬物と形が見えるものと形が見えないもの、入れましたんで、うん、ぜひあの参考してもらえればと思います。よろしくお願いいたします。それではですね、今チャットの方が一旦落ち着いてますので、はい、毎月恒例で、今月の運勢ということで、はい、西俊久先生からあります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、有機暦2024をお持ちの方は111ページ、112ページを開いていただくと、そこに2024年4月のマンスリーカレンダーが見つかります。はい、こちらです。あの思いつきじゃなくて、あくまでここを読み上げていきたいと思います。ただ暦って全てのことが文章としてメッセージとして書いてあるわけではないので、こんな風に読み解くんだなって参考にしていただけると嬉しいです。まず一つ、ここからパッと見で抜き出していただきたいのが、4月の16日から季節の変わり目、土用シーズンが始まるっていうことです。雪暦の上ではそれグレーに塗りつぶして、こっから先は季節の変わり目だよって目で見てわかるように設定しています。で、この土曜をいかに過ごすかが4月のポイントになると思います。そのいかに過ごすかのヒントとして、まず運勢をご紹介すると、2024年4月は1年12ヶ月ある中で最も大きく運が動く勝負どころなんですが、実感できる運の動きは土曜に入ってからだと思います。季節の変わり目で運が不安定になるっていうのは、普通の安定的な運が淡々と続くじゃなくて、落ちたり上がったり、はたまたまた落ちていったりっていう、この浮き沈みがあるっていうのが季節の変わり目、不安定っていう意味なんですが、この不安定な作用があった方が良くも悪くも運って見つけやすいし、運の動きを実感しやすいと思うんです。だからいいことも悪いことも4月の16日以降に起こってくると思います。ただ実際は土曜が始まる前から、明日4月の4日16時5分、夕方ぐらいからはもう間違いなく知覚自覚しえなくても運は動いていると考えられます。そうすると4月の16日を待たずに、4月の4日からもうスタートダッシュで積極的に運を動かしていくという気概とスケジューリング、予定が求められる。これが一つ目の運勢、あ、こういうふうに土曜を使うのねっていう考え方です。二つ目のポイントが、基本的に季節の変わり目土曜シーズンは衝動的な決断実行投資は全て今日です。季節の変わり目の不安定な運勢の中で、突発的に思いつくこととか急にひらめくことが増えると思います。最も代表的なのが衝動買いです。あとは思い立ったが吉日っていうのが起こる。これはあの季節の変わり目固有の運勢なんですが、それら全部あまりおすすめすることができません。土曜中に思いついて会いに行く、土曜中に思いついて買う、全部強とします。ただ土曜の運のデザインの仕方というのがありまして、土曜前に立てた予定、予約、予算、
を土曜中に予定通り、予算通り、予約通りに実行するのは問題なし。そう考えると4月の15日までに4月16日以降の予定を、予算を、予約を済ませておくことができると、土曜に入ってからも5月の4日までフルでこの4月という1ヶ月間を全部行動にすることができる。というわけで2つ目のポイントが、みんな思いつくのは4月の16日以降でしょう。重い腰が上がってやりたくなる、買いたくなるのは4月の16日以降でしょう。でもそれ思いつきでやるのは全部今日になるから、4月の15日までに何が買いたいの、どこに行きたいの、誰に会いたいのっていうのをちゃんと想定して、ちゃんとスケジューリング練っておけるといいですよ。2つ目です。中でも特に4月の30日の木の枝一粒万倍日、この吉日を上手に生かそうと思ったら4月の15日までのスケジューリングをお勧めいたします。最後3つ目が、季節の変わり目は疲れると考えられます。僕に言わせてみれば、毎年毎年訪れる5月病という運勢、固有の運勢は5月に入ってから嫌なことが起こるのではなく、4月の後半土曜の過ごし方を失敗した結果5月調子を崩すって考えられます。そうするとこの4月の16日以降、運が大きく動く、実感しうるようないろいろなことが出てくる中で、げっそり疲れるようなこともあると想定して、ちょこちょこと楽しい予定をあらかじめ組んでおくことができると、僕たちって週末に楽しい予定がある、水曜日に美味しい予定が入っている、29日以降、ゴールデンウィークに入ってから楽しいスケジュールが待ってるってなると、そこまで頑張れたりするんですよね。そうするとちゃんとポンポンポンと土曜中途中で息切りを起こして腐って、いろんなものを諦めてしまわないで済むように、ポンポンポンと楽しい予定を入れておけると5月の4日まで走り切ることができますよ。これが土曜を踏まえた3つのスケジューリングになります。現場からは以上です。はい、ありがとうございます。4月は、はい、まずは超繁忙ということで、はい、運が最も大きく動く、はい、ところということで、はい、要は4日ですね、明日からですか、はい、というのがまずありますよと、はい、それと16日から土曜というのがありますと、うん、それが基準になりそうです。でその土曜の過ごし方というのは、実はこの暦の中に17ページから20ページのところにですね、土曜とは何ぞやということと、土曜中どのように動いたらいいのかななんていうのが書いてあります。で3つ目、かといって、ね、いろんな楽しいことを散りばめて事前に置けば、それは土曜中に決めたことではない、突発的に決めたことではないから、土曜中の予定という楽しい予定をあらかじめ入れておきましょう、はい、というこの3つ、はい、ということが4月の重要ポイントということですね。おっしゃる通りでございます。はい、ということで、4月、大きく、はい、運の作用が強くなる、はい、そういう月でございますので、皆様、心身ともに健康に、はい、お過ごしいただければと思います。よろしくお願いいたします。ちなみに我々が予定している4月の15、16のツーリング、はいは一応ね、土曜はかかってないってことになります。15、16っていうのは土曜はかかってない。はい、はい、21時20分頃に土曜入りということなのでかかっていないということ、はい、ただ事前にもう予定を組んでいるものでもあるわけなので、予約も入れてあります、うん、ということで、そこは OK でしょう。はい、予定通り結構で、はい、でバイク大丈夫ですか。大丈夫です、今のところ大丈夫です。治りました。治ったって言えるかどうかなんですけど、はい、あれ以降不調はないです。了解です、うん、はい、ということでございます。皆様、はい、良き4月をお過ごしください。ではですね、チャットは入っておりますので読み上げます。まさひろさん、ありがとうございます。らっきょうず、らっきょうす、ホワイトビネガーでピクルス、うん、我が家にもミキサーが眠っているのでドレッシング挑戦します、うん、おお、すごい、うん、ミキサーが眠ってるんだ、うん、はい、大根おろしだけちょっと気をつけていただいて、大根だけは気をつけていただいて、うん、ということでございます、う
続きまして AY さん、はい、西先生、佐藤先生、こんばんは、こんばんは、こんばんは、暦読みライブに参加できて嬉しいですと、はい、ありがとうございます、よろしくお願いいたします、ご質問お待ちしております、はい、こちらこそよろしくお願いいたします。セブンジー直久さん、これは質問になりますね、はい、4月から九紫火星、月明白く木星の娘、はい、中3がいよいよ受験生になります。今年の運からアドバイスとかございますかってことです。とにかく受験に関してはスタートダッシュ、夏までにどれだけ志望校を選定し自分の実力を底上げできるのか、後半追い込み勝負ではなく7月までの日々をどれだけ自分の目標に向かってスタートダッシュかけて頑張れるかが受験という短期決戦における今年の運の生かし方になりますということでございます。スタートダッシュということで、はい、はい、ぜひ参考にしてみてください、うん、はい。で今チャットの方がここで一旦、終わってますので、はい、事前にいただいているご質問は今日は一つあります、はい、この質問を聞きながらもちろんチャットの方にですね、あそういえばこういうこと聞きたかったなとか、うん、もしくは、こういう話題をちょっと振りたいなとか、うん、ネタですね、そういうものがございますのでぜひぜひですね、はい、こちらのチャットに入れていただければと思います。ではご質問1、サオさん、はい、過去に強方位を取ってしまった場合、はい、同じ方角が吉になった時に同じ距離、泊、うん、数を取って旅行に行った方が良いというのを聞きました、はい、強を取ったら吉に行く、うん、違う方角というのはやっているのですが、うん、上記の方法も有効なのでしょうかということです。はい、結論から先に言うと有効ですとなります。結論は有効、はいはい、北の強方位に行きました、2泊3日で行きました、北海道に行きました、対処は何ですか、北海道に基地方位で2泊3日で行く、これが基本である、もうその通りだと思います。もし、今回のお話のニュアンスとしてこんな風に考えてるんだったら誤解だよって思ったのが、北海道に2泊3日で強方位で行ったならば、北海道に2泊3日で基地方位で行くこと、これが対処方法である、それ以外の方法は対処にならないみたいなニュアンスがあるんだったとしたら、そんなことはないなっていうふうに思います。まず他の方位でも対処にはなるし、あとは北海道ではなくて、じゃあその手前の青森かもしれない、仙台かもしれない、福島かもしれない、他の場所に日帰りで何回か行く、1泊2日を何回か行く、日帰りで、もっと近いところに何度も行くなどでも帳尻を合わせることができるので、該当する方位に同じ距離同じ泊数で行かねばならないみたいな感覚ではない。結論、確かにその通りなんですが、それだけが唯一の方法ではないっていうのがご提案になります。はい、ということでございます。佐尾さん、ぜひですね、今見てらっしゃる場合でも、うん、もちろんアーカイブで見た場合でも、先生の方からのお答えということでぜひお受け止めいただければと思います。よろしくお願いいたします。チャットの方がですね、はい、ちょっと長い質問が、はい、お願いします、はい、では読み上げるのにちょっと数分かかりますので、はい、ちょっとよろしいでしょうか。お願いします。今年初めに住居購入についてご相談をさせていただいたものです。住居購入、はい、これは多分ジュニア先生だけが分かっている、はい、あるんですね、うん、私六白金星、主人五黄土星、うん、その説はありがとうございました、はい、今年に入り中古物件を購入し、うん、私にとって本命札の方角の物件、はい、現在6月の入居を目指してリフォーム計画を進めております。はい、鑑定時に強方位の引っ越しは、うん、基地方位旅行なので対処できるとのアドバイスをいただき、はい、一安心していたのですが、先月の YouTube ライブで強方位へお引っ越しされた方のお話を聞き、うん、思いのほか強作用の
期間が長いことなどを知り、うん、持病のこともあるものでまた少し不安になってきてしまいました。ちょっと一回切ってもらっていいですか。はい、じゃあここまでで。あの強方位の強作用が長いよっていう説明をした覚えが実はなくて、その方が長いような状況を説明されてるんです。あ、わかります。あの僕はあの時に思ったのが、うん、確かに年の強法院に行くと教科書には60年間その強作用が続くって書いて、ジュニア先生は言ってないですよ。その質問の方が多分状況を説明している中身が、うん、今日の作用がすごく長く続いているように見受けられたので、うん、だからジュニア先生は言ってないですよ。ああ、なるほど。そうで、いうことを多分ここで言ってるんです。だから、うん、ジュニア先生とかはそういうことないよって言ってるじゃないですか、ね、うん、で、それがその質問の方の状況を確か前回こう結構長かったんですよね、うん、で、それの中ではこう数年というか、結構長い間続いているので心配になってきましたってことを言った、うん、それがここまで、うん、あと、あの時もう一つ言ったのが、うん、そんなに強方位の悪影響を信じるならば、うん、七方位の効能も同時に同じぐらい信じてくださいって言ったんですよね。でだから、うん、多分、そういう話も聞いて安心をしている、うん、けれども、うん、前回の質問者さんの経緯とかいろんなのを見ると長く続いているようだと、うん、だから例えばそれが本当に強方位の作用なのかどうかは、うん、分かんないわけですよ。まあね、わかります。確かに、うん、だからそれが長く続いているのは強方位だけの話なのか、そうじゃないのかわかんないと、うん、まあ、前回それは話はしてないですけど、うんうん、ただそのを見ていると、はい、ちょっと不安になってきましたというのがここまで、はい、うん、で、いきますよ、はい、4点ほど質問させてください、うん、1、強方位の引っ越しを海での日焼けに置き換えるとするならば、うん、引っ越しを海の日焼けに、ね、うん、置き換えるとするならば、うん、海に行く強方位への引っ越し、うん、矢印火傷をしないように日焼け止めを塗り日焼け後の保湿&クーリングをして対処をした、うん、基地方位旅行へ行く基地方位で揃えた家具を購入するなどして、うん、基地を取り入れ対処した矢印、うん、結果日焼け自体はゼロにはすることはできず免れなかったが少しの日焼けで済んだ健康温の低下などの強作用は少しで済んだ、うん、なるほど。このようなイメージでまず合ってますでしょうか、うん、っていうのが一つ目の質問、うん、じゃあまず一つ目の質問からいきますかね、うん、はい、まず海へ行くのに日焼けのことしか考えてない時点でちょっと僕の考えとずれてるなと思いまして、うん、もう海に、まあ例え話で言うと、うん、要するにあの引っ越しっていうものが、うん、標本への引っ越しが日焼けあ、うん、ということだと、うん、だから引っ越しの本来の意味じゃなくて、うん、本来の意味じゃない、うん、ことばかり、その強作用のことばかり考えているのが、うん、っていうのが日焼けのことばかり考えているのがっていうのと一緒ですか。どっちかといえば、うんうん、海に行ったら日焼けする、うん、対処したとしても日焼けする、うん、海に行っておいてどんなに完璧な対処をしたとしても一切の日焼けをしないということはない、うん、けれども海に行くことでさまざまな恩恵がある、楽しさもある、はい、心も晴れやかになる、美味しさもある、美味しさもある、海の幸ね、場合によっては家族との思い出である、思い出がある、なんでもう言ったらキリがないほどの、うん、日焼けはする、日焼けはする、うん、なんなら日焼けにさえ恩恵はある、日焼けにだって恩恵はあるよ、ね、うん、うん、まあその程度にもよりますけど、うん、この方はもう日焼けやばいよっていうことは分かってて、うん、対処もしようと思って言ってる、うんうん、それでも日焼けはするって僕は言ってます、うん、まあ、どんなことやってもね、日焼けはします、うん、はいはい、ただ、うん、日焼けだけして帰ってくるわけねえだろって思っちゃうんですよ、日焼けだけじゃないよと、うん、思い出も海の幸も、うん、いろんなことがあったでしょ、そう、だから、うん、あなたには日焼けのリスクを
補って余りある海へ行く理由があったはずだ。なるほど、その海に行く理由、日焼け以外のものがあったはずだ、はい、にもかかわらず、そのさまざまな、私はどうしてもこの海に行きたいんだ、こんなに楽しいことがあるから海に行きたいんだって言ってるのに、日焼けのことだけでその価値を判断しちゃおうとしてるのが、ちょっと僕の中でずれてんなって思いまして、うん、なるほど。例え話にしたとしても、うん、あの海に行くことで、あのこういうメリットはある、でも日焼けというリスクが待っているから、どうしたもんですかねっていうご質問をしていただけると、じゃあ待ってください、日焼けと海に行くさまざまなメリット、ちゃんとご自身で判断して、今は明日のお見合い写真を撮る前だから日焼けやめといた方がいいねっていうんだったら、今回海に行くんやめましょうよみたいな、そのリスクは半端ないですよ、海じゃなくてやめに行った方がいいですって答えにもなるし、いや実は日焼けは注意していけばなっちゃうにしても、この程度の日焼けで済むんだけど、こんなにそれ以外の恩恵があるって言うんだったら日焼けはしますけど行きましょうになるんですよね、うんうん、やっぱちょっとずれてますかね、ご回答がね。ということは、うん、まあ、日焼けとか引っ越しとか、まあ、その例え話は別として、はい、やっぱりそれをする目的、した、うん、まあ、すべき目的、したい目的というものが大事であって、うん、はい、そうじゃないところばかりにこう目がいってしまうのは、うん、本来の目的どこ行っちゃったのってことにもなりかねませんよねって話、はいはい、まあ、理屈っぽい話をすれば、うん、そもそも僕が転居において方位だけを優先するということがないので、うん、特に住環境設定においては方位以上に土地、建物、その必要性、必然性、まあ、中でも現代的な転居においてはアクセスとか、お子様がいる場合は子育て環境であるとか、そっちの方が運に関わるって考え方なので、そのうちの一個としての方位だけを捉えて、海の場合は日焼けだけを捉えて、それをリスクにして吉凶判断すると、ちょっと間違いやすいなって思いました。ということは、まず由美さん、はい、1つ目の質問、うんうん、このようなイメージで合っていますでしょうかに関しては、うん、このようなイメージではないということです。その方位とか強方位の、うん、その捉え方、その引っ越しに対する捉え方は、さまざまなもののうちの1つであって、はいはい、ここに書いてあるような、その全部日焼けをしないようにするようなことが引っ越し の、うん、その方位の話ではないと思うんですね、うん、まあ、もっと言っちゃえば、うん、日焼けはしちゃう、うん、しちゃうよと。強方位に引っ越しをすれば、うん、強方位の悪影響を受ける、うん、海に行けば対策をしたとしても日焼けはする、うん、程度は減らせてもそのことは変わりなし、でもそれが引っ越し全ての吉凶を決めることにはならない。日焼けの有無が海へ行くことをやめるやめないの基準にはならないっていう前提条件が僕の中でちょっとしっくりきてないっていうことなんですかね。はい、かしこまりました、はい、ではまず1番目はそれでいいと、はい、で2番目、方位の距離について基地方位への移動、うん、かっこ引っ越しも含む、ね、うん、ああ、すみません、2、方位の距離について、うん、強方位への移動、うん、引っ越しも含め、うん、いや、基地方位への移動は、うん、移動距離が長いほど作用も大きくなるのでしょうか、雑誌で 35km 以内の移動ならば、うん、自分のラバン内のことなとなり、うん、方位の影響はないという考え方を拝見したのですが、はい、西企画ではどのようにお考えでしょうか、はい、これ2番目です、はい、距離も目安になるが答えです。距離も目安になる、はい、でこの距離が本当に難しくて、うん、そうでしょうね、ですでしょう、うん、まあ変な話、はい、沖縄から、はい、沖縄の人が、はい、北海道に行ったら寒いわけですよ、はい、健康を害してしまうわけですね、はいはいはい、それすごい距離があるから、はい、気温の差も高いと、環境が変わりますよね、うん、距離が変わる、そうそう、
でも沖縄からほんのちょっと近いところで言います、うんうんうん、気温差はあんまりないわけです、うんうん、ね、いくら北に行ったとしても、うんうん、だから距離は例えば今自分がどこにいるかによってもだいぶ変わってくる問題ですよね、はい、盆地からとか、うん、平野からとかっていう、まあ、変な話で気温で考えればね35キロで必ず気温が変わる、うん、環境文化が変わるってわけじゃないですね。ないですね、今はね、ほんと特にで、うん、飛行機で行くのと車で行くのでも違うと思うんですよ。違いますよね。ぶっちゃけ歩きだったらだんだん慣れていくわけですよね。でも瞬間で移動してしまったら急にうお寒いみたいな、よく空港降りてうお寒いみたいなことになるんですよね、まあ、うん、さらには、うん、車で移動するときに僕いつも思うんですけど、高速道路に乗れる人と乗れない人っていうのがいるらしいんですよ、うんうん、いらっしゃいますね、うん、この2人にとって35キロの距離感って違うはずなんですよ。違いますね。僕にとって実は35キロって近所とは言わないです。でも全然あ行く行くって言える距離です。距離ですね、はい、うん、代行を使って帰ってくるとまあまあかかるから飲みに行くのはやめようかなとか思います、うん、35キロで代行を使うのはブルジョワです。なかなかですよね、うん、なかなかです、うんうん、でも別にご飯食べに行くだったら35キロぐらいだったら、しかもね、うん、35キロ高速使って行っちゃえばそんなかかんないです。そうなんですよ、うん、一方で自転車で35キロって、うん、なかなかじゃないですか。まず結構だね。しかも35キロ行ったら35キロ帰ってこなくちゃいけないんですよ。合計70キロね。そう、うん、そうするとこの人にとっての35キロという距離のハードルってすごいですよね、うんうん、そうすると同じ35キロでもそこから受ける物事の影響力が変わってくるんですよ、ね、結論、距離で決まんないです。分度で決まります。分度というのはその人の実力であり器です。大人にとっての35キロと子供にとっての35キロは違います。車を持ってるか持ってないか、または運転手がいるかいないかでも変わってきます。その時の体調であるとか条件によっても変わってくるので、35キロっていうのは一概にこれだったら大丈夫とかこれ絶対ダメだよっていう目安にはならないっていうのが西企画の考え方です。なるほど。いや、これは私もですね、賛同します。駅とかも全部そういう東洋哲学的にもそういう考え方なんですけど、うんうんうん、都市部から都市部に行くって距離があってもあんまりないんですよ。ただすごい短い距離でも都市部から、例えばその近くにコンビニ行くのに車で行かないといけないようなところに移り住むって、これ結構な変化なわけですよね。だから変化の度合いって人によって違うっていうのはすごく今腑に落ちました。で、はい、要は方位の吉凶っていうのは影響力だと思うんですね、うんうん、この影響力を一概に全然否定する気にならないのが、やっぱり1メートルと30メートル30キロメートルってやっぱ離れる、ね、ほどに、うんうん、でも大げさな話、30メートル移動しただけで大きく環境が変わるっていうことは全然あり得るんですよね、うん、だから距離ではなく分度っていうことですね、うん、はい、はい、分度というのは、分度というのは、分度というのは当人の器であり器量実力ということなので、うん、一概に距離だけで判断するものではないというのが西企画の考え方です、はい、ということでここの回答にはなりました、はい、本当にそう、はい、で3つ目、はいはい、新居の家具を基地方位で揃えたいと考えています、うん、はい、今現在の住まいでの家具がほとんど IKEA で揃えているので、うん、新しい引っ越し先でもテイストを揃えたいため、うんうんうん、IKEA での購入を考えていたのですが、県内での基地方位に IKEA がなく、うんうん、この場合、うん、IKEA にはこだわらず基地方位にある家具屋さんで似たテイストのものを探すしかないですかね、うん、良きアイデアがございましたら今日ご教授お願いいたしますと。確かにほら群馬って便利なのが いろんな方位に IKEA があったりするので、うん、ただ海沿いに住んでたりであるとか、うん、その特定の場所によっては IKEA はここの方位にしかない、うん、
今年中今月中に基地方位で揃えられないっていう場合はおっしゃる通りあると思います、うん、でその時にの完璧な代替案ではないんですが、現実的に無理なく可能であるならば、基地方位に、IKEA が基地方位になるまでは別のもので代替的に一時的に間に合わせで仮の環境を設定しておいて、次に IKEA が基地方位になるのはいつなのだっていうのを調べる。そうすると3年後だったら3年間に合うのか、3年間代わりのもので過ごせるのかって考えることになりますし、あ、来年も IKEA 基地方位になるじゃんっていうことであるならば、およそ10ヶ月、12ヶ月分ぐらいのその間だけ仮のもので過ごせればいいんだったら IKEA で狙っていく、揃えていくっていうのもありだと思うので、まず次に IKEA が基地方位になるのはいつかっていうのを調べた上で、あまりに長くなるようであるならば、仮のものじゃなくって似たようなテイストを探していくっていうんで良いと思います。で、この考え方はもうおっしゃる通り正しい仮想学だと思います。全く異なる異質のもので家がそこだけちょっとテイストが違うっていうのはあんまり良くはないです。なので IKEA で行きたいんだけどなっていう、その考え方は仮想学上 OK。ただおっしゃる通り、 IKEA は必ずしも基地方位じゃないっていうことであるならば、次にそこが基地方位になるのがいつなんだっていうのをまず調べてから、別のものでテイストを揃えていくのかどうかのジャッジをするのがいいと思います。なるほど、いろいろ大変ですね。でも我が家ですから、うん、大事な、うん、そうするとちゃんとしたいなって思う気持ちはすごいよくわかります、うん、まあ住環境って、うんね、空間ですからね、うん、まあ方位もあるんでしょうけど、基地空間じゃないですけどね、うん、自分の好きな空間じゃないと結果的にはあまりいいことにもならないですからね、うんうん、僕なんかあの決してそこまで神経質に仮想とか気にしてるわけではないんですが、うん、今の家に引っ越してから2年ぐらいはダイニングテーブルがない、今のダイニングテーブルじゃなくて仮のダイニングテーブルで、うん、過ごしました。なるほど。で、うん、あ、もうこの作家さんに作ってもらいたいっていう人が見つかって、ようやくそれが入ったっていうのは引っ越しと同時じゃなかったんですよね、うん、その時は確か方位もちゃんと合わせて考えたんだよな。なるほど。で、その思いがあるので、うん、そうすると、あ、いやで揃えたいなっていう気持ちもその通りだよなって思いました、うん、ということで代替案で、うんして、で、基地方位、その近くの IKEA とか、うん、行ける IKEA がいつ基地方位になる、基地方位になるのかを今調べて、まず調べる。で、いつまで大体で過ごすのかを、うん、していくっていうのがいいというのが、この西企画の考え方であると、うんうん、5年先とかになっちゃうんだったら、代わりのものを一時じゃなくって似たテイストで探して買っちゃうっていうのでいいと思います。じゃあ3の答えはそれになります、はい。4の答え、はい、4の質問、はい、引っ越し先の表札を出すタイミングを良き日程で出したいと思うのですが、はい、やはり気の入れの日が良いですか、また引っ越し先の眠り始めの日もなるべく良き日にしたいと思うのですが、うんうん、どのような日を選んだら良いでしょうか、長々とすいません、アドバイスいただけましたら幸いです、よろしくお願いいたしますということです。これが引っ越しであるとか、うん、表札とか、それこそ家電を下ろすとか、うん、あらゆるものに当てはまる吉日の選定なんですが、気の入れの日を選べるんだったら気の入れの日とってもいいと思うんですよ。ただ割とね、2ヶ月に1回という頻度が不便な時もあるんですよね。例えば4月に表札を出したいって思うんだったら4月の30日に気の入れの日があるし、これ土曜とはいえど土曜前に立てた計画として30日に表札を出すって決めてあるんだったらそれで問題なし。ただこれが5月の1日以降ってなっちゃうと、次の気の入れの日が6月の29日だいぶ先になっちゃって、まあ2ヶ月近く表札がない家で過ごすことになる、これが OK かどうかみたいなところはあるんですよね。となった時に、僕が皆さんに
ご提案している吉日の決め方ってまずそれをいつぐらいにやりたいですかって聞くようにしています。はい。でそれが大体何月ぐらいですかねとか何日ぐらいですかねっていうふうに聞いてそこに一番近い吉日を探します。なるほど。それが現実的に最も無理のないタイミングでその日が気のエネの日じゃなかったとしても例えば一粒万倍日だったり転写日場合によっては新月満月だったとしても別にあその自分がこのぐらいがいいなと思った設定したそのタイミングに一番近い吉日を選べればそれが理想の選択であると考えます。ということでございます。ということは、はい、まずは、はい、いつ頃それをしたいのかというのをまず決めていただく、はい、で決めていただいたら、まあ、現実的に表札とかね、うん、あの郵便物とかも来るでしょうから、はい、その中で彼この暦を開いていただいて、うんうん、その近辺の最も近い吉日を選ぶのが現実的、はい、現実的ということで、うん、それが気のエネの日がたまたまあったならば、うん、それを選べばいいし、うん、そうじゃなくても一粒万倍日であったりとか、はい、そういった日を選ぶのも、うん、全然 OK ということでございます、ね、おっしゃる通り、はい、ちなみに最強の吉日は誕生日ですからね、最強の吉日は誕生日、うん、ということですね。でその誕生日は8ヶ月後とかになるんだったら、うん、その手前の気のエネの日がいいしその気のエネの日が遠いんだったらその手前に必ず月に1回は来る新月か満月がいいしいやその新月満月さえも遠いっていうことであるならばその手前にあるはずの一粒万倍日であるとか場合によっては大安でさえ選択肢に入ってくるという感じです。ということでございます。よろしくお願いいたします。これで4つのまずご質問に回答させていただきました。もし何かありましたら、またチャットの方でお知らせください。では続きまして AY さん、はい、西先生ありがとうございます。早速質問をお願いいたします。豪王土星です、はい、職場が7月に閉鎖になるので、はい、転職活動を始めることになりましたが、はい、今の職場の状況もありすぐに転職活動をできずもやもやとした不安な状態が続いております、うんうんうん、転職のタイミングなどご教授いただけましたら幸いですということですね。その場合は転職するかどうかじゃなくてとにかく転職活動を先に進めていくっていうのがおすすめです。僕の持論なんですが転職活動ってもうその行為自体が仕事運を上げてくれるので転職する予定のない人であったとしても定期的に求人情報であるとかその他の職業のお給料であるとかその他の職場のメリットであるとかっていうのは情報として入れた方がいいと思うぐらいなんですね。ちなみに私西企画西俊久は転職の予定はないもののどんな事業があるかなとかどんな商材があるかなとかっていうのは転職活動代わりに常に暦屋さん一本で生きていけるとは思ってないんで転職する予定はないですが他の仕事はどうなんかなっていうのは常にチェックをしているつもりです。その感覚で転職するかどうかは別にして転職活動をまず進めていくっていうのが現状仕事運を上げる上で強くおすすめでございますということでございます。まあ転職活動ができずモヤモヤした不安な状態っていうAY さんにとっての転職活動というものが何に当たるのかでもだいぶ違うのかもしれないですね。まあ変なし、自分が面接に行かなくても転職活動っていうのは活動ですからね、はい、ネット検索だけでも、うんうん、なんならアルバイト情報雑誌を見るだけでも、うん、転職活動ということで今、ジュニア先生のお答えになりますのでどうぞよろしくお願いいたします。アイスさん、はい、こんばんは。最近犬もお迎えしまして家族で相談しとても良い名前をつけましたが先日ある神社の宮司さんから生命判断からすると画数が悪いと言われてしまい画数の良い漢字を提案されました。ペットにも生命判断は意識するべきでしょうかということです。人が愛情を込めてつけた名前に対して画数を盾に文句をつける人大嫌い。
現場からは以上ですということでございます。分かる気がします。まだ名前つく前だったら全然いいと思います、うん、それは助言だと思うんですけど、うん、ついた名前に隠すだけで文句つけるやつセンスねえなってすっごい思います、うん、なんて言うんでしょう、センスねえなってそうです、うん、まあね、うん、ほら名前っていうのは、はい、非常に強いその縛りつけるものだとはよく言われますけれども、うん、でも、はい、うちの猫なんていうのは正式名称は丸みなわけです、はい、でも普段呼んでる名前は丸だったり、うんうん、丸尾だったり、うんうんするわけですね、うんうんうん、でこれって丸尾って呼ばれても名前だし、うん、丸って言っても名前なんですよ、うん、だから変だし画数って難しくないですか、はい、だって呼ばれてる名前に、うん、が名前じゃないですか、確かにね、うん、だから戸籍もないですしね、動物の場合はね、そう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 、だからもう人だったら戸籍ありますけど、うん、だってね、これから新しい、ねうん、家族を迎えてその思ってる時に、うん、画数だって言われてもそんな縁起悪い話しないんですよ、うんなんでですかっていう、ね、うん、僕今感情が先に立って、うん、ご質問の本質を見失ってしまったのかもしれない、嫌いが先に立っちゃったんですけど、まあ私も今本質を見失ってる可能、うん、動物に関することはね、うん、いろいろあるんですが、だ多分もしかしたらご質問の意図は人に当てはめて考える画数を動物にも当てはまるもんなんですかっていうご質問の意図ですかね、これ。生命判断というものがそもそもペットにも、うん、適用されるものなのかっていうことです、ね、そういう話ですよね、はい、ですね、これなかなか難しいのが適用させている人が一定数以上います。例えばセンスのない宮司さんみたいなやつら、まあ、一人だけじゃないです、うん、そういう人いっぱいいます、なんなら大御所であるとか、それで本を何冊も書いてるような人も犬は必ず画数正しくしなくちゃならないという人はいっぱいいると思います。ですがそんなことを完全無視して愛情を込めた家族の同意によるいい名前をつけて一切の不具合なく楽しく過ごせてるご家庭もいっぱいいるので、これ何がいいか悪いかっていうのは一概に言えないと思うので、僕が言えるのはその宮司センスねえなっていうことしかなかなか言いにくいなってやっぱ戻ってきました、この答え。まあ先ほどジュニア先生がね戸籍もないですしって話の時に、まあ要は画数ってじゃあ宇宙丸み、そしたらひらがなで丸みなのか、うん、漢字の丸に美しいなのか、うん、漢字の丸に、うん、身体の身なのかとかっていろいろあるわけですよ、うん、でも戸籍の場合はそれ決めなきゃいけないんです、はい、これはね分かる気がしますけど、うんうん、私の中では丸みという音なんですよ、ね、うん、音に画数ってあるんですか、うん、ですね、うん、結論から言うと、うん、あるっていう人も、うん、もいる、うん、それはもう本当にね正解のない、うん、もう、うん、のね、でも私が、うん、私がですよ、個人的に言うことはやっぱり愛情がかけられればもうそれで十分だと僕は思います、うん、名前を呼ぶ時にももう嫌なものを呼ぶ気持ちでその名前を呼ぶんじゃなくて、うん、やっぱり可愛い大切って思って家族だと思って呼んだ名前に、うん、悪いものなんてないですよ、もう出ちゃってるんですよ、うん、正解、うん、そう、もう、ね、だからその時点で画数を調べる意味がないんですよ、うん、もう出ちゃってるから。例えばバラっていう名前がついた花があるとして、うん、バラ画数悪いなって考えないんですよ、考えない、もう出ちゃってる答えが、うんうん、それを太陽って言うけど太陽の感じいまいち画数悪いなって言わないじゃないですか、言わない、うん、出てる答えに対してすいません、いや大丈夫です、振り返しましたということで、我々というかジュニア先生の答えも含めて、うん、
愛情を込めて、素敵な家族をね、していただく上で、生命判断気にする方もいるけれども、それよりも大事なことがあると、そうよく考えたら、その宮司さんは正しい画数を知っていて、それを助言として伝えてくれる誠実なお方、ただいかんせんセンスがなかったっていうだけの話で、その宮司さんも悪い人じゃないと思うんだよ、そうです、宮司さんもその生命判断の知識の中で、誠実に出していただいた、ことでしょうから、聞いてないのに言われたっていうのかどうかちょっと分かんないですけど、またね話が変わってきますよね、聞いて言われたのであれば、それはもう実は決まってることであったり、法則として決まってることなんで、誠実な気持ちの中でお伝えいただいたことだと思うんですが、ジュニア生活すれば、画数とかそれじゃなくて、適用されることもあるという人もいるけど、気持ちが大事、そう、もう答えは出てるから、もうそれで何も心配がいらない、素晴らしい名前ですねって僕だったら思います。はい、ということでございます、よろしくお願い、だから不安にならないようにお願いいたします。ちなみにうちの犬猫の名前なんて、例えば夢に出てくるとか、昔からつけたかった名前とかだったりするんですけど、まず画数調べてないです、考えたら、うちだってもはや漢字なのかひらがななのかすらも分かんないですから、だから画数の調べようがないですよ、だからうちもそんな感じですっていうところです。はい、もう私も歴代 何人も家族にしましたけど、はい、皆さん元気で育ってます。もう答え出てるから大丈夫です。はい、続きまして AY さん、転職活動をしていると運を上げてくれるというお言葉に心が軽くなりました、このまま調べるという活動を続けてまいります。調べる活動、ありがとうございましたということです。桜もちもちさん、コミュニケーション能力が一番乏しい六白が、人間関係に疲れた時、相手が休止の対処法、何かありますか。月の半分二人きりで長時間仕事をします。月の半分ね、それはなかなか長いですよね。はい、トイレをうまく利用するです。トイレをうまく利用する、はい、その心を、定期的に駆け込む、定期的に駆け込む、僕だったら比較的自由な仕事についているので、相手との距離感っていうのを自分の意思で制御することができるんですよね。ただそうじゃない方っていうのは、ある隔絶された一つの空間の中でずっといなくちゃな、一緒にいなくちゃならない、席も自由に移動することができない、向こうが寄ってきちゃった時にこっちから逃げるわけにもいかない、それがあると思うんです。六白金星のように星の特色としてコミュニケーション能力がないっていう星の方は、トイレが一番現実的な避難場所だと思います。トイレ行くんじゃねえよっていう人いないですし、西企画の家訓としてあるんです、トイレだけは刑務所でも行けるよっていう。その代わり何番トイレに行きますって言わなくちゃなんないんですけど、トイレだけは人に与えられた当然の権利として、どんな場所でも必ず行くことができるので、そうするとその相手との距離を調整する上で定期的にトイレに行く、あ、やばいと思ったらトイレに行く、チクッてきたと思ったらトイレに行く、でまた戻るっていうことができると、コミュニケーションじゃなくてその距離の調整という形で少し縁が和らぐかなと思います。という感じで、はい、トイレです。はい、ミスター六白金星のジュニア先生がおっしゃることですから、自らの経験も含めて生きた、回答だと思っていただいて、トイレ、ぜひご活用ください。僕なんか過去合コンの中で、合コンの中で何度トイレに行くと言ってタバコを吸いに出たか、合コン数多く、あとね、異業種交流会とか頑張って行った時も、すぐトイレに行ってタバコ、そのトイレに行くと言ってタバコを吸いに行く、あとあれもそうでした、初めての中学校の同窓会もずっと喫煙所にいました。なるほど。でもそれは、要はさっきはトイレって言いました、この方がタバコ吸うことも分かんないから、でも
そういうちょっと避難場所を用意しとく、うん、そう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 、ね、避難場所、そうなんですよ、うん、どうしてもいなくちゃならないっていうその場所ってあったりするんで、うんうん、その時にトイレに行くはね誰も止めないんで、うん、トイレね、そうそう、そりゃそうです、そうなんです、うん、それがね、なんかいろいろなパターンがある中で今のね、その職場の風景が他にも人がいない中で苦手な人と一定空間の中で半月以上一緒にいなくちゃならないってこう風景が上がってきた時にやっぱね、トイレの頻度を増やしていくのはすっごいおすすめなんで使ってください、トイレです、ぜひご活用ください、続きましてアイスさん、はい、西先生、佐藤さん、ありがとうございます。すっきりしましたと、うん、あ、名前の、うん、名前すっきりしましたと、お二人とも同じ気持ちだったので安心しました、うん、私たちが、愛情を込めてつけた名前なので、うん、このまま自信を持って可愛がっていきますということで、うん、もうそうしてください、そうしてください、本当にいい答えが出たのって、ね、なかなかないですよ、家族みんなでいい名前がつけられたななんていうことを言えるのって、うんうん、なかなかない、もういわゆる一つの偶然の必然だと思います。だって、はい、このね、ワンコの名前、うん、死ねとかね、うん、このワンコの名前、汚いとかって言ってるわけじゃないわけですから、うん、みんなで愛情を込めてつけた名前に、うん、いいも悪いもない、うん、もう本当そこに愛情が詰まってればそれで最高ってことですよね、うん、はい、ありがとうございます。仲もいいんでしょうね、ご家族でみんなで、うんうん、この名前いいじゃんって言えるって、うんうん、もう完成されてません、うん、そのワンコも含めた、うん、その場の運がもうその空間すらもうね、うん、もう何人何人も変える必要性ない空間ですよね、ピタッてもう、うん、パズルがはまってる感じがもうすごいよくわかるから、うん、僕の心の水晶玉がその名前しかないって言ってます、はい、ということでございます。続きまして、はい、ユミさん、西先生、佐藤先生、長々とした質問に丁寧に返答いただきありがとうございました。ついついネガティブの沼にはまってしまっていましたが、あまり今日ばかりをフォーカスして心配するのはやめて、基地方旅行や家具選びなど楽しくやっていきたいと思います、ありがとうございました、ということですね、うん、はい、特に転居に関してはみんなが思ってるほどの方位の悪影響がないではない、方位の悪影響はあるけれども思っているほど強くないのと、みんなが思っているより土地とか道とか街並みとかお気に入りのカフェとか便利なスーパーマーケットであるとか、その建物への愛着みたいな、その地層的仮想的な影響力がめっちゃあるんで、そっち注目していただける方がより精度の高い鑑定ができるって思います、ということでございます。ユミさん、あの質問、していただきましてまずありがとうございます。そして、その返答に対してもですね、こうやってコメントいただきまして本当にありがとうございます。ぜひ参考にしてみてください。桜もちもちさん、はい、ありがとうございます。今まで以上にトイレの回数増やしますということで、はい、ぜひ増やしてください。はい、ということで、今チャットの方が一旦、はい、区切りがついております。でこの後、うん、事前にいただいているご質問というのはな、あの先ほどの一つだけになりますので、うん、最後のご案内をしていきます、はい、でその最後のご案内をしている間に、うん、まだちょっと聞き忘れてたらとか、あ、これ聞いといた方がいいなとか、そういうものがございましたらどうぞ遠慮なく、こちらに入れてください。私の話はいつも毎回言ってるのと同じ内容ですから、どうぞチャットの方に集中してください、では最後に、はい、次回のライブ配信というのも、第一水曜日になりまして、はい、2024年の5月の1日、はい、となります、はい、忘れそうな方はチャンネル登録をしていただくということ、もしくはまあ私たちも案内を、出しておりますのでそちらの方もチェックをしてみてください、次に、今日の配信が面白かったなと思われる方、思っていただく方、あとは、いずれじゃないにせよ西俊久先生と、私佐藤の方をちょっとこう喜ばしてやろうかなと思う方は下にですねこういういいねボタンというのがありますんで、こちらを押していただくと、私たちはただ単純に素直に喜びますということで、ぜひその一手間ポチッとしていただけますと助かります。お願いします、はい、
ではですね、今案内終わりましてチャットの方も入っておりませんので、はい、今日はここまでとさせていただきたいと思います。今日もですね1時間半、皆様本当にねお付き合いいただいてこうやって話を聞いていただいて感謝しております。ありがとうございます。また来月5月の1日にお会いさせていただきたいと思います。では本日もありがとうございました。皆様良い4月をお過ごしください。では失礼いたします。